私が戦後日本に進駐軍として行った時、私は7つの子に会って、彼が私によることを話して、私はとてもその子の気持ちがよく分かりました、その時私はこの子が日本人の気持ちでしたら、日本もすぐ早く壊れていく、戦闘で困っている国からいい国になってくると私はすぐ思いました。思った通り、日本はわずかの時間でよく立ち上がってきました。それで私はとても感謝しております。